長泉院は東京都目黒区にある浄土宗の寺院。江戸時代の浄土宗立院。3号は高峰山。早々は1761年。海山は増上寺第45代大元とされるが、彼は立院の創立を願ったまま1756年に死去した。立宗の不能は大元の意思を継ぎ、当時は 武蔵国多摩郡に存在し無重の寺院だった長泉院を増上寺の所領である目黒の地に移すよう願い出て許可された。不能もこの許可が降りた直後1762年に没し、新たな住職には不弱が就任した。これらの経緯から不弱が実質的な初代住職であったとされる。不弱は1766年に 泉国境の心蓮寺から本尊を譲り受け、翌年には本堂を建立している。1772年、北川市によって金及び首労が建てられた。1781年、不弱没後に行雲が第四大住職となっている。1786年には、増上寺によって、長泉院定儀が出され、立僧が縁魂会を授けることや、 一向曹操生の者及び売買、法外、料理の輩が寺内に立ち入ることを禁じられた。西村玲は長泉院の立想が集団の制御を離れて混乱したのではないかと推測している。小説家武田大淳は養子となった先の実家が長泉院であり、自身も一時期住職となっていた。現在大順と随筆家。 武田ゆり子夫妻の墓所が、同時にある。歴代書承認費に、名が掘られていない、東京都目黒区中目黒4-12-19、長泉附属現代彫刻美術館、ABCD 人編武蔵フード機構中目黒村、AB 江戸名所税1927、P114、西村玲、特問、不弱、その障害体、インド哲学仏教学研究14、ピアニッシモ、 87から99、2007年、東京、西村前景論文 P97、松崎行動簿東京都指定文化財旧隻、目黒区公式ホームページ、2020年12月31日閲覧、ありがとうございます。